この動画は JLCPCB の提供でお送りします。こんにちは。アリエクスプレスで唯一の良心とも思えるような電源が見つかったので、これを今日はレビューしていきます。こちらです。アリエンテックの DP100 という直流電源です。 USB Type-C の PD 給電に対応している直流電源になります。一見が購入した時は送料込みで45ドルくらい、だいたい6800円程度でした。最近のアリエクスプレスは届くのが早くて1週間くらいで届くことが多いです。包装であったり見た目はこんな感じで結構しっかりしています。箱から出すとこんな感じのハードケースに入っています。撮影するために1回開けているんですけど、中にはこんな感じのものが入っています。今回は一番シンプルでそして安いセットを購入しています。これが電源本体、結構小さいですね。こんな感じです。そしてこれがケーブルと USB ケーブル、一応パソコンに投げるのでこういったケーブルがついてます。そして今回ですね、この電源 Type-C 給電なんですけども、それ用の、電源アダプターのコードですね。こんな感じです。割としっかりめのハードケースの中に収まっているので持ち運びに便利です。衝撃吸収してくれるので持ち運ぶことを前提に作られている可能性が高い製品ですね。で、見てください。これね、薄くて小さいんですね。なかなかいいですね。一応取説もついてきて、ここに使い方であったり、あとはスペックが書いてあります。基本的な性能はここに書いてあります。入力電圧が 5V から最大 32V、 入力の電流は MAX 5A ですね。出力の電圧は0から 30V、 電流は0から 5A になっています。電力は最大で 100W です。効率が結構高くて MAX で 97% って書いてありますね。あとは電圧電流の分解能なんかも結構高くて良さそうな電源ですね。では実際に使っていきたいと思います。こちらの電源ですね、 USB Type-C で給電します。なので外にですね、 USB 充電器のようなものが必要になります。 USB 充電器を持っていない場合はどうするかというと、こちらの USB-C とあとは AC アダプターの口の部分をですね、変換するケーブルがもともと付属していますので、こちらを使うことになります。最近のスマートフォンの充電器なんかはほとんど USB-C ですし、あとはほとんどの場合で PD に対応しているかと思います。ですので実際使う場合は問題になりませんね。電源を入れてみると、はい、つきました。基本的な操作はここのローラーとボタン3つでやります。操作性が若干迷うことがありますが、ボタン3つだから仕方ないですね。使ってたらそのうち慣れます。で、 USB を接続すると自動で電源が入るようになってるんですね。一応この戻るボタンを押すと電源のオンオフはできるようになります。ただですね、繋いだ時に自動で起動するように設定しておくのが楽かと思います。こちらの再生ボタンを押すと、はい、こんな感じで電圧が出ます。電圧が出るときはこの端子が光るようになっています。この出力部分はネジが掘ってあって、このようになっています。外れますね。そしてこの部分に穴が開いていますので、抵抗とかも問題なくさせますね。電圧の設定はここの停止ボタンから入れます。押すとこういう風に光って、でここでですね、桁数を選べると、でこのローラーで、はい、電圧を設定するようにします。結構ね、操作感はいいですね。電流の設定する場合はもう一回停止ボタンを押すとこういう風になると、ここでですね、行ったり来たりというのを繰り返します。電圧電流の設定画面から抜け出す場合は長押しすれば元に戻ります。で、電圧の出力の入り切りですね、こういう風になると、操作としてはかなりシンプルです。こちらの電源ですが、入力電圧以下の電圧を出力できます。例えば今入力電圧は 9V です。この時の電圧の上限はこんな感じですね、 8.78V ですので、入力電圧より低い電圧を出力できます。高い電圧は出力できないんですね。使っている USB 充電器の PD の上限が 20V なので、その場合は上限は 19.3V くらいになりました。付属の USB Type-C と AC アダプターの出力部分のこういう風な変換ケーブルを使う場合でも問題なく使えていますね。その場合は入力した直流電源の値がここに表示されています。こんな感じの動作になるわけですが、多分中身はシンプルな高圧コンバーターでしょうね。 USB PD の 20V か、それか直流電源から入ってきたもうちょっと高い電圧をこの中に入っている高圧コンバーターで設定した電圧まで落とすと。 USB PD の設定がたまに変わってしまうことがあります。その場合は停止ボタンを2回押すとこの画面に入れますので、ここで PD ボルトの20となっているかを確認しましょう。こちらのディスプレイの下の部分に小さく 31.7 と書いてありますが、
これは筐体の中の温度の表示です。この中身の回路分かりませんが、おそらく高圧コンバーターだけなのでそこまで発熱はしないかと思います。実際使っている時も45度を超えるようなことはありませんでした。本体の説明を見ても最大効率が 97% なので 3W 程度の発熱はあるようです。この筐体の大きさで 3W 程度の発熱なら温度上昇は心配ありませんね。次にどういったところでこの電源が使えるのかっていうのを考えていきます。まず一つ目が電源装置を持っていない人です。こういった USB 充電器を持っていてそれを接続すればこちらのアリエンテックの DP100 が直流の電源になります。今持っている資産を有効活用できるわけですね。最近の USB 充電器はほとんどの場合で PD に対応しているので問題なく使えるかと思います。こういったものを使って電子工作を始めるのもありかもしれません。これマルチバイブレーター回路を作っていますが問題なく動作しています。ちなみにこちらの基板ですがハンダ付け可能なブレッドボード基板を作ってみました。ブレッドボードの足配置と全く同じプリント基板です。このブレッドボードですと足がですねどうしても抜けてしまうので長期保存には適さないです。このブレッドボード上で作った回路をそのままこちらのプリント基板に移植できるようにしました。それ以外にもですね専用の基板を起こすまでもないような回路とかの試作にも使えます。通常のブレッドボードこちらは5列ですがプリント基板の方ですと6列用意しました。後から設計変更した時に部品を付け足ししやすいようにしています。6列ですね。ここでは紹介しきれない便利機能もあります。 Amazon で買えるので興味のある人ぜひ概要欄にあります。でそれ以外にも例えば出先で急に電源が必要になった時、ちょっとした電源が必要な時にもこちらのアリエンテックの DP100 は使えます。ほとんどのこういった電源はコンセントから電源を取りますし電源自体もそこそこ大型になってしまいます。これを持っていけばある程度の緊急事態には対応できる可能性があります。それ以外に大型の電源を持ち込めない時ですね。そもそもこういった電源って結構重いですし持っていくのがめんどくさいです。 USB-C の給電に対応したこういった USB 充電器なんかは必要になるという欠点はありますが、それでも十分小型で持ち運びはしやすいかと思います。それ以外にも実はパソコンからも電源が取れてしまいます。接続すると電源が起動してこのように電圧を出せます。 USB A から C への変換ケーブルなんかもあれば USB ハブなんかでも使えますね。こちらはただパソコン側の USB ポートの電圧が 5V なので出力電圧は 5V 以下、今回の場合ですと 4.92V が上限となってしまいます。ただ実際に使ってみるとこのように 5V 以下の電圧では問題なく可変とできますので 5V 以下の電圧が必要な回路なら実用上は問題にならないかなといったところです。あとはパソコン側で供給できる電圧と電流で使いどころの制限がかかるイメージです。では次にこのエリアンテックの電源の性能を見ていきます。本体に表示されている電流電圧と実際に流れている電流と出ている電圧がどのくらい一致しているのかを見ていきます。では実際に電圧を出していくと電圧を今 1V に設定しています。で表示の値は 1.003V なので結構正確じゃないですか。流れている電流の表示は 0.01A です。実際に流れている電流を見てみても 0.01A なのでかなり一致していると思います。電圧を 5V に上げていきましょう。 5V に設定しました。 5.001V なのでこれもかなり一致していますね。表示の電流は 0.051A です。実際も 0.051 なのでこれもかなり合っています。電圧を 15V に設定しました。表示は 15.00V ですがこっちも 15.001 ですね。もう小数点3桁4桁がちょっとパラパラ動いていますがこれでもですねかなりいい電源かと思いますね。優秀だと思います。ちなみに今回はこちらの 100W 給電できる USB 電源を使っています。これ概要欄に載っけていますので気になる人はこちらの USB 電源も一緒に購入してみてはいかがでしょうか。概要欄におすすめの USB 電源まとめておきます。次は CC モード、電流で制限がかかるモードに入った時の電流がどのくらい合っているかを見ていきます。電流を 1A に設定すると表示は 1.001A でこっちも 1.000、まあ下4桁5桁がパラパラと動いていると。設定を 2A にしましょう。はい、2.0000でその下5桁目が合っているといいんじゃないですか。で 3A の時、4A の時、そして 5A の時です。電源本体で設定した電圧と実際に出ている電圧と電流はかなり一致しているということが分かりました。性能としては問題ないかと思います。
次はこの電源の出力電圧を見て、どのくらいの電圧変動や電圧のノイズが出ているかを見てみます。出力電圧は 5V、 そこに10オームの抵抗を接続しています。こんな感じです。はい、使ってるワイヤレスマイクをですね、近づけると結構ノイズの影響が出てきてしまいますね。これなるべく離して測定します。電圧の測り方も波形にかなり影響してきます。今日はこちらの受動プローブを使いました。グランドリードが最短経路になるようにこのワイヤータイプのものを使っています。左の波形が出力電圧の交流成分だけを見ています。スパイク電圧みたいなのがピッピッてありますが、これがいわゆるスイッチングノイズと呼ばれるやつです。1マス5マイクロ秒なので、だいたい 200kHz くらいでこの中ではスイッチングしているようです。こちらの右の波形はフィルター処理を施したものです。右の波形だとスイッチングノイズの評価はできませんが、どれくらいのスイッチングリプルが乗っているかの評価はできます。ちなみにスイッチングノイズはプラスマイナス30から 40mV 程度乗っています。電圧リプルがどれくらい乗っているかを見ると、こんな感じですね。こちらの拡大波形の1マスが 1mV です。電圧リプルはだいたい 1mV くらい乗っているかなっていうところですね。これ電圧リプルとしてはかなりいいんじゃないんでしょうか。オシロスコープとプローブ自体のバックグラウンドのノイズはこれくらい乗っかっています。あとは電圧の立ち上がり立ち下がりも見ていきます。これが電圧をオフにした時ですね。もう一気にスパッと下がっていきます。電圧を入れた時 5V 10オームの負荷ですが、特にオーバーシュートも発生することなく綺麗に立ち上がっています。動作的には全く問題ないですね。次はこちらの電源を分解して中身がどのような構造になっているのかを見ていきます。裏面にゴムパッドが付いているので、ここを外せば簡単に分解できるような構造になっています。特殊ネジが使われていますね。底面の蓋を取り外すとこんな感じです。結構ぎっしり部品が詰まっていますね。かなりしっかりしている印象です。この部分にローラーがついていて、値の調整ができると。でここにバナナ端子がありますが、こういう風に刺すと、こちらの端子部分かなり力が加わる部分です。なのでネジ固定されています。でそのネジ自体も緩まないようにネジロック材が上にかけられています。パッと見の作りはかなりしっかりしています。これを取り外すと、はい、結構しっかりくっついてはいるんですけども、無理やり剥がせます。はい、取れました。ネジを外すと基板取り外しできるようになります。こんな感じです。しっかりしてますね。ディスプレイ用の基板がフラットケーブルでつながっています。で、あとこちらにも基板が一つあります。これは出力基板のところですね。そこにはピンヘッダーで接続するようになっています。ここ取っちゃいますか。はい、取れました。この基板の上にシールドケースが乗っかっています。このシールドを見て面白いなと思ったのがこれですね。シールドケースを基板にハンダ付けするタイプではなくて、こういう風な設置したところに挟み込むなんかクリップみたいなのがついてるんですね。その部品を取り外していくタイプになります。面白いですね。こんなのあるんですね。シールドケースの中身にはインダクターと、あとは電解コンデンサーですね。特にインダクターですが、これは円形コイルのものを使用しています。電磁ノイズを出しにくいものにしています。それでもこちらのシールドケースを使っているので、さらにノイズを外に漏れにくいようにしています。シールドケースの裏側を見てみると、はい、わかりますか。熱伝導シートがいくつか貼ってありました。なのでシールドケースプラスインダクターの放熱の役割をしているのかと思います。大体の回路図を書き起こしましたが、こんな感じです。よく見る高圧コンバーターの回路です。ここが電圧の入力、そしてこちらが出力になっています。出力を遮断する用の MOSFET なんかも入っていますが、ここには書いていません。インダクターがここにあって、入力の部分に電解コンデンサーがあって、出力の部分にも電解コンデンサーがいくつかあります。で MOSFET はこちらですね。裏面に実装されているんですが、こちらとこちらです。で MOSFET もなかなかいいやつを使ってるかと思います。音抵抗は 5mΩ で、先ほど見ましたがスイッチング周波数はだいたい 200kHz くらいかなっていうところですね。多分固定スイッチング周波数ですね。電解コンデンサーなんかは基本的に中国のメーカーかなといったところですね。ここら辺のハイブリッドコンデンサーなんかはありますが、これはどこのメーカーかはちょっとわからないですね。分解して中身を見た感想なんですが、結構しっかりと作られています。部品の配置なんかも結構真面目にやってあるかと思いますし、全体のですね、この質感って言うんですか、そういったのもかなり良い出来かと思います。
というわけでここまでアリエンテックの DP100 を実際にいろいろ触ったり測定したりあとは分解してきました。一見の感想から言うとかなりよくできている電源かと思います。アリエクスプレスの方で定価を確認してみると$95、実際に購入した価格は送料込みで$45です。この価格ならありですよね。定価の95だとこれ以外の別の選択肢も出てきそうな気もしますが、持ち運べるという利点があるのはかなり大きいかと思います。何より USB PD で充電できて、この2つがあれば持ち運びの電源ができるというのはかなりいいことかと思います。というわけで今日のスポンサーの JLCPCB の紹介です。プリント基板を格安で作るのなら JLCPCB、 安くて早い。このスピード感は試作品を作るときにものすごく役立ちます。最近のおすすめは部品実装も一緒にやってもらうことですね。 JLCPCB 自体が部品商社もやっているので在庫品多数です。 JLCPCB で取り扱っていないようなハイスペックの部品も他の商社から代理購入してもらえるサービスがあります。ぜひ一度使ってみてください。クーポンも配布中です。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。一見の公式 LINE あることを皆さんご存知でしょうか。概要欄にあるリンクから登録できます。 LINE からメッセージを送ってもらえればその内容は全て一見に届くようになっています。全部見てます。なので視聴者の皆さんからこういったことをやってほしいとか企画の提案とかがあれば参考にさせてもらいます。企業の人も公式ホームページやメールアドレスの方からもご依頼お待ちしております。一見の YouTube を企業の PR や工場見学、研究所のアウトリーチ活動、人材採用への PR 活動などいろいろなことに活用できます。ぜひお問い合わせください。視聴者の興味を引きそうな我こそはという会社ぜひお願いします。それでは最後まで動画のご視聴ありがとうございました。 T シャツ販売中、詳しくは概要欄から。